どうも、くまです。今回は、またアグロネクロを使用してランクマッチ潜っていこうと思います。よろしくお願いいたします。まあ、基本的には、最低一勝、いや、どうしようかなどれくらいやろうかな。まあ、勝ち、一戦目勝てるようであれば、そうだな、負けるまでやるか。で、一戦目負けたら、もう一戦だけやろう。そんな感じでいっか。いや、今回はマジで負けるまでやるか。連勝数をどこまで伸ばせるかだな。さあ、一戦目、アリサ。よろしくお願いします。まあ、勝ち続ける意志だよな。うん、まあ、レッサーマミーのみ取っといていいんじゃないかな。かなり反動は悪いですが、まあ、高校なんで2枚ドローできますね。お、てか、グラブルの、お、ベビーエルフメイを急に出してくる。なるほどな。ベビーエルフメイを出してくるってことは、戻せる手段があるってことですかね。じゃあ、ここは、ヨロメックを出します。まあ、レッサーマミーでもよかったんですけど、まあ、ヨロメック出しとくか。で、エンシェントが飛んでくると。まあ、これはそんなに脅威じゃないっすね。で、3ターン目、闇の従者出して、まあ、ヨロメックで勝っていくと。命の巡りとは。さあ、ウィスパラー出して、フェアリー出して、ターン終了と。微妙っすね。まあ、ここはヨロメクじゃないや、闇の従者進化でフェイス取ってきましょう。さあ、相手はどう処理してくるかだな。まあ、レッサーマミー処理した方がなんとなく相手的に有利な気がしますけど。エルプリー進化、神樹様の導きのもとに、まあ取って、デビエルフメイからのニコ飛ばしでいくのかな。お、飛ばしてこない、なるほど。であれば、ここはケル出して、まあ、進化させて。まあ、これを取って、フェイスでいいっすね。これで11点パンチは確定してるので、進化込みでね、11点パンチが確定してるので、あとはどう取っていくかだな。なるほど。処理してしまおうっていう感じですね。で、死の舞踏で、そっちを取る？今のはプレミですかね。で、進化して、まあ、すべて取ってくると。まあ、盤面全処理されましたが、こちら、ファントムハウルカラーでいっちゃいましょうか。まあ、11点パンチですね、俗に言う。さあ、次のターンデモンストライクで終了と。
フェアリーサークルからの、まあこれで回復はないのかな。うん、ビーストがあれば今回復9点できて結構厳しかったんですが、もうこの時点でほぼ勝ちですね。はい、すっごく強いんだね。これで勝利と、まずは1勝。いいね、好調な滑り出し。じゃあ2戦目いきましょう。何連勝まで伸ばせるか。よし、頑張るか。2戦目はイリス、まあ一番苦手な相手ですね。まあイリス相手にはよろめくとかが微妙なんだよな。なんで全部交換しちゃいましょう。なかなか11点パンチがね決まらないのがイリスなんで、まあ一旦目は終了と。聖なる願いを置いて、まあ一応レッサーマミーラピッドと出してきますか。まあウルズを考えると闇の従者出したいんですが、まあなかなか難しいですかね。うん、じゃあここはレッサーを置いてフェイスいきましょう。さあまだ相手が何ビショップか分かんないですね、この時点では。あー、法典、これが痛い。まず法典1枚使わせた。あー、ウルズ来ましたね。じゃあ5ターン目ウルズでいきましょう。あー、僧侶で消されるか。これは微妙いな。まあ飛ばしますか。エイラビショップっぽいっすね、動きが。あー、エイラビショップ、うん、エイラビショップっぽいな。うん、あー、これはきついな。スケルトンファイター出して、うーん、ウルズ出すの弱いんで、いや、ここの進化も弱いな。そしてまあ一応このレディアンスだけ取っとくか。これはちょっと厳しいっすね。取られて、エイラ置かれて、聖なる願い、僧侶の聖水からの発展ですかね。あ、進化しないと。なるほど。お、ここはケルを出すしかないっすね。交換しちゃいますか。久しぶりに暴れちゃおうかな。それじゃあちょっと遊ぼうかしら。厳しいな。進化券がもうこちら0枚と。おお、ファンファーレでなんか出てくる。重機出す。なるほど、ターン終了と。うん、ここはネクロアサシン引けたので、ファントムハウル行きますか。許さない、許さない、許さない。
まあオールフェイスいって、いやここで一回ココを使っときますか。あっココ使ったらネクロアサシン出せねえじゃねえかよ、アホか。もうしょうがないな。進化してくる。でフェイスくる。デモスとか、いやこれはもう一回ファントムハウルしかねえ。許さない許さない、肉肉でネクロアサシンで取って、で一応耳打っときましょう。さあいろいろ帰ってきますね。レディアンスで5の7か。おっと、そっち進化で確実に取ってくる感じっすね。なるほど。さて残り16点はもう無理だな、さすがに。ここは諦めますか。うん、ダメだったか。シャドウリーパーを置いて、くー強いっすね。まあこれはもうダメっすね、9点盤面であるので。いや強い、めっちゃ強いわイリス。厳しいな、これは厳しいな。はい、それでは以上となります。ご視聴ありがとうございました。